秋元源氏物語系図とは、古経図に分類される、源氏物語系図の一つ。一条、実習の筆とされているためにこの名称で呼ばれている。ほぼ同じ内容のものが三本現存しており、現在はいずれも先週時、秋課題文庫の所蔵である。清水谷家の事実上の初代とされている、室町時代の苦行一条、実習の筆として伝えられてきたのであるが、 誰による鑑定なのかは不明である。池田機関は、清水谷実州の神筆であるかどうかは不明である。ものの、主席は、清水谷流であるとして、伝清水谷実習筆本庫系図として紹介した。その後、時は一子は本庫系図が実際に書者されたと見られる、時期は、清水谷実州が活動していた時期よりもより、新しいと考えられるため、 清水谷実修筆との鑑定は正しくないとした上で、すでに実修本の名称で広く知られるようになっていたために、自身が見出した同内容の2本の固形図も含めて実修本と命名した。この時期もは、ほぼ同じ形態と内容を持った固形図が先週時、秋課題文庫に3本伝来しており、当初、池田機関によって1本が紹介され、その後、 時わい和子によって池田が見出したものとほぼ同じ固形図2本が紹介された。時わいは池田が紹介したものを A 本、自身が初めて紹介したものを B 本及び C 本と命名し、以後この命名が定着している。この時期もとは、ほぼ同じ形態と内容を持った固形図が、先週時、秋課題文庫に3本伝来している。 このような状況が成立したについて、時は一子は、の二つの可能性が考えられるとしている。下記のうち C 本は、他本と競合の上見せけちによる訂正が認められる。ため、他本を書者したものであることが明らかであるが、A 本あるいは B 本が素本なのか、それともすでに失われたか別のところにある本が、素本なのかは不明である。三つの実は木本は、内容は、 わずかな誤者と思われるものを除いて、本文、筆跡、字数、改行に至るまで、全く同一であるが、外形は、以下のようにそれぞれに異なっている。光源氏物語系図大臣6条、宮須どころ古本系と本古系図では、かみ三位なる人物が立候されており、その後に、古と引きなり手習いの巻にありとの記述がある。この記述を、昇華本古系図。 鶴見大学本固経図、国文研本固経図、源氏物語虚彩といった寿司関係の記述を持った他の古経図と比較するとといった特徴がある。現存するいかなる伝本においても手習いの巻には寿司関連の記述は存在しないため、この手習い巻にありとする記述は単なる書き誤りであろうとする説が有力である。 本固形図の経譜部分に収録されている人物の数は179人である。この経譜部分に収録されている人物の数を様々な固形図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。この人数を時はい和子が唱えた経図に収録されている経譜部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則に当てはめると、このため、 低本系図は、増歩本系統の根本であるため宇治本庫系図の177人よりも多く、かなり増歩され発展した形態に属すると位置づけることができるものである。ありがとうございます。